ブリヂストンアンカーのトップモデル RP9 の専用ハンドルが発売されるそうです。お値段20万円となかなかバグっています。アーシは金銭感覚が常人の域を保ってると自負しているので、ハンドルに出せるのは2万円くらいまでです。2万で安い自転車買えるから十分バグってるぞ。まあそもそも本体がないんだから何も関係ない話なのですが、公式サイトの製法の説明がいい感じでした。以前カーボンの強度や剛性についての動画は上げたことがありますが、製法についても意外と知られていないのではないでしょうか。今日はこの20万ハンドルをネタに、カーボンパーツの作り方とありがちな誤解についてお話しします。ブリヂストンさんが紹介しているのは最も伝統的な製法の一つ、フリクレブを使ってオートクレーブで固める手法です。用語は順次説明していくから今は分からなくて OK ですよ。まずフリクレブというのは、カーボン繊維を規則的に並べて樹脂でまとめたシート状の材料です。樹脂は加熱することでカチカチに硬化する熱硬化樹脂を使うのですが、フリクレブは加熱前の柔らかい状態です。これはトーレなどの材料メーカーから購入できます。なので自転車メーカーの仕事はこのプリプレグを型紙に沿ってカットしていくことから始まります。服屋みたいね。これは少数生産のパーツなので職人さんがカットしているようですが、ある程度の規模以上なら機械でカットするはずです。沿でカットしたプリプレグを設計図通り積層していきます。何をどこにどの向きで配置するかで性能をコントロールするんですね。これは金属パーツにできないゲートです。この工程は大規模なものでも基本的に手作業かと思います。写真の説明にも200ピースのシートを8時間かけて積層するとあります。気が遠くなるわ。この後ブリヂストンさんの説明では省略されていますが、内部の空気を抜く工程があります。型全体をバッグで覆って空気を抜くはずですが、写っていないので詳細不明です。そんでいよいよ登場するのがオートクレーブです。ワクワクするわね。圧力と温度を制御できるクソデカ圧力釜です。ここでの加熱で樹脂を硬化、加圧&バキュームで残りの空気や揮発した成分を追い出します。これがどうだかは知りませんが、普通は6から10気圧の120から180度前後を数時間っていったとこらしいです。めちゃくちゃ高温高圧ってわけでもないのね。10気圧はなかなかですが、温度はそこらのオーブン程度ですね。ここでなぜかよくある勘違いその1なのですが、バキュームで余分な樹脂を吸い出してカーボンの密度を高めるという誤解があります。まあ確かに余分な樹脂がバリのような形で排出されます。ただこの文言は樹脂をズルズル吸い出しているようなニュアンスで言われていることが多く見えます。でもプリプレグはあらかじめ適切な樹脂とカーボンのバランスになっているため、そこから積極的に樹脂を抜き取るということはありません。バキュームはあくまで気体成分を抜いて樹脂とカーボン繊維型の密着を高めるのが主目的です。この勘違いの出どころはよくわからないのですが、一部の製法ではバキュームで樹脂を吸い出すなり移動させるなりするので、それとの混同かなと思います。オートクレーブでの硬化が終わったら、別途用意した部品と接合します。このハンドルの場合はステムクランプがアルミのべったいなので、接合後にフリクレブを追加して再度オートクレーブでの硬化工程が入ります。つながっているホースとフィルムはバキューム用ですね。めちゃくちゃ手間も時間もかかっています。フレームの場合は一括成形が難しいので前後に分割されていて、硬化後に接合のパターンが多いと思います。あとは表面を整えたり穴を開けたりして塗装に進むわけです。これで完成ですが、まあ20万してもしゃあなしかって工程でしたね。で、ありがちな勘違いその2というか意外な事実なのですが、このオートクレーブを使う製法意外と使われていません。昔はオートクレーブしかなかったのですが、設備がでかくて高くて時間もかかります。フリクレブを使う製法でもそれを改善する方法がいくつか考案されてて、例えば積層したプリクレブを分厚い金型にセットして内部から風船のようなもので圧力を加える手法もあります。動画はヨーレオさんの公式チャンネルからの引用です。
これはリムですが、フレームの製造工程が見れる動画も YouTube にはいくつもあります。見てもらえればほとんどの場合オートクレーブを使わずに硬化工程を行っていることがわかると思います。続いてありがちな勘違いその3、自転車フレームはドライカーボンじゃない安物です。自動車やバイクではドライカーボンとかウェットカーボンとかよく聞きますよね。でも自転車業界じゃほとんど聞きません。レッドカーボンと呼ばれることが多いのはフリクレグを使わずカーボンの布を樹脂で固めたものです。細かい製法はいろいろあるようですが、大昔から RGFRP ガラス繊維強化プラスチックのガラス繊維部分をカーボン繊維に置き換えたようなもので、大規模な設備がいらないので比較的低コストですが、機械的な性質はプリプレグを使ったものに劣る傾向です。自動車のカスタムパーツなんかだと、この安価なカーボンと差別化するためにプリプレグを使ったカーボンをドライカーボンと呼んだりするわけです。今回見た製法はもちろん分類するならドライカーボンの方になりますが、自転車業界にはそのように呼ぶ文化がありませんね。そもそもドライカーボンという言葉は技術用語ではなく、誰かが言い出したマーケティング上の言葉なので、明確な定義もなく、使っているのも一部の界隈だけです。でもその界隈から来た人はドライと明記してないってことは安価なウェットカーボンに違いないと思ってしまうことがあるようです。ちなみに現代ではプリプレグを使わず高性能な CFRP を作る手法もあります。例えばタイムは RTM4 というものを使っていますが、性能的には他のメーカーと遜色ないですよね。多分 RTM4 の詳細はまたの機会に。最後のありがちな勘違いはカーボンは所詮プラスチックです。カーボンと言っていますが、正式には CFRP 炭素繊維強化プラスチックです。確かに名前はプラスチックですね。でも必ずしも名は体を表すとは限らなくて、現在の CFRP は重量ベースで 70% くらいが炭素繊維です。どう考えてもカーボンが主体ですね。単なる言葉遊びですが、樹脂強化炭素繊維といった方が実態に近いかもしれません。はい、というわけで20万のハンドルをネタにカーボンの製法について勉強する動画でした。このハンドルも値段はバグり散らかしてますが、多分オートクレーブで作られたハンドルなんてほとんどないと思うから、希少価値はあるんじゃないでしょうか。コストがかかってるからって性能が高いとは限りませんが、本体ある人は買ってみてください。無責任。終わり。